なるほど日本第12話生贄とは、生贄にまつわる日本神話でヤマタノオロチの生贄として櫛灘姫が捧げられ、スサノオが退治したという話をご存知の方もいると思います。生贄とは神など信仰の対象に対し動物、食物、物品などを捧げる釘を言い、豊作祈願、雨乞い、災害、疫病除けなどの加護を期待し行われていました。生贄の贄とは神へ捧げる食物のことを指しています。また人間を生贄にして血や肉体、霊魂を捧げることを人見悟空と呼び、最上級の奉仕だと考えられていました。現在でも使われる白羽の矢が立つとは、人見悟空を求める神が望む少女の家の屋根に白い矢を立てるという俗説が由来となっています。邪馬台国の女王卑弥呼が亡くなった際、その魂を鎮めるために104人の主が共に埋葬された殉葬が行われました。この風習はメソポタミア王朝や世界でも存在したと言われ、これも一種の生贄と言えるでしょう。日本書紀によると、殉葬に心を痛めていた11代天皇水仁天皇に対し、のみの宿根はある提案を行いました。出雲の国から呼び寄せた恥部を率いて埴輪を作り、生きている人間の代わりに陵墓に建てることを進言したのです。これを天皇は喜び、その後は埴輪を古墳に置くように命じました。これを機にのみの宿根は恥の臣の姓を与えられ、代々天皇の葬儀を司ることになりました。また人見悟空の一種として人柱があり、人を捧げることで崩壊や結界がなく、工事の完成を祈願するなどの行いがありました。現在でも日本で神事として生贄を行っている神社もあります。御神域の川底から冬眠した赤ガエルを2匹捕らえ、拝殿正面でそれを射抜いて捧げ、国家平安と五穀豊穣を祈願するというものです。一説によると、この神社の生贄儀式は日本人とユダヤ人が共通の子孫であるという日ユ同祖論と関係があり、旧約聖書に登場する人類の祖アブラハムの子イサクにまつわる伝承を受け継いでいると言われています。この伝承とは、神がアブラハムにモリアの地へイサクを連れて行き、生贄として捧げるように命じ、アブラハムは苦悩の末に実行しようとしたところ、神はその覚悟を受け止め、それをやめさせ、代わりに一頭のお羊を捧げるように命じたとあります。イサクの伝承がこの神社の儀式と類似する祭りが存在することや、旧約聖書にあったモリアの地とこの神社の御神体がモリア山という点も想像をかきたてます。現在でも供え物をし、願掛けをするなど、神秘的なものに対して思いを込める行為は残っています。いつの時代も神秘に魅せられ、救いやご利益を願うことは心の救いの一つになっています。